あ、来たぞ。ありがとう、バーヤ。では、また後で。メジロ・ラモーヌさん、少しだけよろしいでしょうか。今後の出走ローテーションについてをお伺いしたく。今現在、競争相手として意識されている方などおりましたらお聞かせください。ファンの間でも話題になっていまして。ええ、私もレースを楽しみにしていますわ。ラモーヌさん。それではごきげんよう、皆様。次のレースでお会いしましょう。ああ。行ってしまった。人気者だね。けれど、それで私の望むものは得られない。あなたもよくご存知でしょう。そうだね。君はいつだってシンプルだ。呼び止めてくれたからには素敵な口説き文句があると思ってもよくて。どうかな。まあ、君の退屈を多少は癒してあげられるかもね。あら、お上手。ならお聞かせ願おうかしら。もう間もなくオープンキャンパスに参加する子供たちが来られます。本日はよろしくお願いしますね。緊張してきた。本当に大丈夫かな。自信を持ってドーベル。今日に向けてあなたはたくさん準備をしてきたわ。だからきっと大丈夫。それにあなたは小さい子の面倒を見るのがとても上手だもの。私も精一杯手伝いますから、一緒に頑張りましょう。ありがとう、アルダンさん。ちょっとだけ勇気出たかも。わー、本物のトレセン学園だ。すごい。本日はよろしくお願いします。子供たちも私も今日をとても楽しみにしていました。そう言っていただけて光栄です。本日案内のお手伝いをさせていただきます、メジロ・アルダンとメジロ・ドーベルです。それと私、メジロ・ラモーヌになります。ラモーヌさん。メジロ・ラモーヌって、あのメジロ・ラモーヌさん。すごい、本物だ。急な変更となり申し訳ありません。今現在学園では来年度のパンフレット制作に使う写真を撮影しておりまして、本日はそのパンフレットの素材を撮影するために同行させていただきます。よろしくお願いいたしますね。それじゃあ撮影お願いね。はい、お任せください。ラモーヌ様、お邪魔にならないよう撮らせていただきます。そのどうしたら。落ち着いて、ドーベル。姉様のことだから何かお考えがあるのでしょう。ここは予定通りに。それではまず学内の施設からご案内いたしますね。どうぞ皆さん、私たちについてきてください。こちらのジムは学生が自主的にトレーニングをする際に器具を個人でレンタルすることも可能となっており。最初は戸惑っちゃったけど、今のところ予定通りだし、これなら無事に終われそうかな。むしろラモーヌさんが来てくれたおかげで、参加してくれた子たちもみんな嬉しそう。それではこれから今日の最後のプログラムであるレース体験教室を始めようと思います。私たちもあのコースを走れるの？そうですよ。今日はレースの基本的な流れを確認して、最後に皆さんで実際にレースをしてみましょう。いきなり思い切り走ると危ないので、基本の走り方を私たちの方でしっかり教えます。見ていてください。けれどその前に、
そもそもレースとはどのようなものであるかを実際に私たちがお見せしましょうか。ラモーヌさんたちが走ってくれるんですか？すごく見たいです。ええ、しかとその瞳に焼き付けてくださいまし。そういうわけだから並走よろしくね。あるな。